スバルバルツバルバーノルウェー沿岸警備隊は、ノルウェーにおける沿岸警備隊組織、ノルウェー海軍の参加にあり、漁業保護などを主目的とする、1977年4月1日に設立された、200海里の排他的経済水域の問題から、ノルウェー海の漁業権の保護、監視を行う必要が生じた。そのために、1977年に、 ノルウェー海軍から分離し、沿岸警備隊が組織された。任務としては、漁業権保護が中心であり、その他に、環境汚染の監視や救難業務などを行っている。戦時には、海軍と協力し、軍事任務を遂行する。所属船舶は21隻であり、ヘリコプターは6機保有している。 ノルウェー空軍の PE-3 ノルマル紹介機2機が沿岸警備隊の支援に割り振られている。人員は約800名、司令部はオスロにあり、管轄区域は北緯65度を境に北部地区と南部地区に2つに分けて業務を遂行している。紹介艦艇は北洋での行動があるため、ノルトカップ級など対抗理性を持つ者も,も保有している。 オーレスンオリーズンドハット GLOBALSECURITY.org ラフトファースバリットロイヤルノルウェージャンエアフォースオーダーオブバトル2011年5月17日閲覧ありがとうございます